Hola a todos, bienvenidos a mi canal y soy Claude y vamos hoy a jugar a Super Dragon Ball Heroes World Mission. Así que vamos a empezar. Thank you.
トルする仲間を選び、登録するキャラクターが決まったらチーム決定をタッチするんだ。ヒーローアバターカードを置くと君の分身を登録できるぞ。バトルタイプがスペシャルのカードは1枚だけ登録できるぞ。このチームで戦うチーム決定だ。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンドを選ぶんだ。バトルアプリの発動ラウンド、バトルで使用するアイテム。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンドを選ぶんだ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦闘開始。敵が現れた。全ての悪はこの私が配置。このバトルでは7個集めると仲間の援助が来ます。バトルアプリのチームボーナス効果でパラメータがアップしたぞ。ラウンドアップ。バトルアプリ発動チャンス。使いたいバトルアプリを枠に入れてくれ。バトルアプリセット完了。敵のアビリティ攻撃を執行する。アタッカーを消えるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、作戦決定。仲間のアビリティ発動だ。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。カード成功。トリガースーパードラゴンボールゲット。やるな。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。こんなことが。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。バトルアプリ効果発動。攻撃を執行する。敵のアビリティ攻撃を執行する。アタッカーを消えるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を使った。よし、発展決定。仲間のアビリティ発動だ。とっておきですよ。ロックオンモード突入。カードを置く。仲間のアビリティ発動だ。いいですよ。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ロックオンモード突入。攻
こっちのカメハメ、こっちのカメハメハを発動させるぞ。カードをこっちの服を回転。そのカードを一度はこっち、その時こっち、横こっち、そのカードをこれから。
リティ発動だ。ドラゴンボールを7個ゲットだ。バトルアプリのチームボーナス効果でスコアがアップしたぞ。素晴らしいスコアだ。次のバトルも楽しみだな。やったな、レアチケットだ。バトルアプリ発見、バトルアプリゲットだ。お
このラウンドのバトルアプリがいっけみてえだ。このラウンドのバトルアプリをセルしかねえみてえだな。セルバトルアプリを選んでくれ。このバトルセタバトルアプリ、おや、もっと強くなれる。あとバトルアプリをセタも経験値アップ。仲間との絆が深まって、絆レベルアップだ。Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!